こんにちは。こんにちは。村上さん、それ今持ってるの何ですか？ケイジ君知らないの？いや、村上さんのやつからちょっと聞きたくて。うん、ずっと、半年くらいいろんな、なんかこう試行錯誤を重ねてた、なんか名前がシュバルっていう記事ができて、それが町田のオープンに合わせてもうすぐ皆さんに届けられるので、それの新作記事、形はブランケットのご紹介です。なんでシュバルって名前なんですか？それは結構こう思いつきなんですけど、なんかフランスにいる郵便配達をしてたおじさんが、なんかこう面白い、素人なんだけど面白い建物を作ったっていう逸話があって、でそれをちょっとこう一つのキーワードに、自分の作ってる姿も割と似てるので、そういう由来ですね。大きさって何種類ぐらいあるんですか？うちのショールと基本的にウールショールと一緒ですね。ビッグがあって、その半分のミドルがあって、でスクエアがある。ミドルはこう多少肩にかかるくらい、肩にかけて、もしかしたらちょっと肩にかけるくらいですね。だからデスクワークとかするときにはいいかもしれないな。これがミドルの3種類です。柄って何種類ぐらいあるんですか？柄は2種類。2種類。柄は2種類で、玉木ロゴと、あとはうちでこう結構2年前くらいに柄になったこうぐるぐる柄、だからもしかしたらこの柄は見たことがあるよっていう人がすごく多いかもしれない。やっぱり先染め織物なので、色のその鮮やかさはある。なんかプリントみたいに見えるんですけど、全部織りで、全部で6種類の糸かな、6種類の糸をこう裏側に来る糸と表で柄を作る糸で、こう複雑にこう入れ替えながら表と裏の表情をかなり大胆に変えているので、片面はこうサラサラとして、まあ気持ちいいんですけど、裏はうちらしいこうボリュームがあって柔らかい、ボリュームがあって柔らかい感じになっているので、裏と表だとこう触り心地が全然違くって、こっちが外側に来ると肌に触れる面は本当に柔らかくて、触ってもらえたらなんかこの柔らかい感じが伝わると思います。やっぱり全部一点物なんですか？それはもちろんダメか、もちろん。なんかその柄もこう大きな柄を連結させて、で例えば何メーターも折ったところで、ここの地になっている色とここの背景とコロ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 入れ替えながら別の色を作っていくので、全てがこう色のバリエーション、この辺見てもらえたらわかるんですけど、これもショールと一緒、いろんなバリエーションがあって、厚みはあってブランケットとして使えて柔らかい、ただ一点物で柄が大きくていろんなバリエーションがあって、でこの外側、ここちょっとなんかうまく、この縁取りですね。縁取り。まあ、柄はそうなんですけど、色と柄も一点物なんですけど、ここの、ブランケットの縁、ここにもうちの生地を使ってるので、同じ色合いのものでも、ここの組み合わせで、みんなが、皆さんが選んでいただける、こう、楽しさっていうのは、ありますね。だから、柄も一点物、ここのうちの生地もどういう組み合わせになっているのかっていうのをぜひこういろいろ探してみてください。作り手としてなんか一番伝えたいというか、推しポイントみたいなところってありますか？織物ってやっぱりこうやろうと思えばどん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 こうごちゃごちゃ技術がすごい自慢みたいのになっていくんですけど、そことのこううまい、感動してもらえるっていうところをうまいことこう両方合わせるっていうのが難しいんですよ、織物を作るのって。で今回はこう今までにないようなすごくこう複
複雑な技術で生地作りに挑戦してるんですけど、それでもやっぱりこううちらしい柔らかさとか色の表現だとかをうまいこと、やっぱりその柔らかくて感動してもらえるっていうところだけはしっかりと、で新たな挑戦としてこう誰も見たことがない、多分こういろんな生地見てきたけど、なんかこうこんな、なんかこう面白い生地っていうのかな、触ってみた感じとこう肌に触れた感じでこうあって思ってもらえるような生地って、自分自身設計をしていて他にもいろんな生地を見ているんですけど、あまり出会ったことがない、いろんな技術が入っていて、で元々ある技術ではあるんです、この織物の柄を出すやり方っていうのはあるんですけど、むしろこう社長玉木がその裏の飛び方が面白い、この飛び方が面白いってこう食いついたところを、他のところがやってないこう方法でこうそれをこう活かしていったので、もともとあるやり方にこうどん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 こう、まあこういうところが気持ちいいねっていう感動をこう生地に加えていったっていう感じなので、他にない、ぜひこう触ってみてほしいです。どうかな、ありがとうございました。うん、うまく喋れない。